はい、皆さんこんにちは、青さんです。今日はですね、フィルターの中の、ろ過剤を交換して、コケ取り対策をしていきたいと思います。この水槽は以前黒ひげゴケまみれになった水槽で、週2回の水替えとシルバーフライングフォックスの投入、それから水草の剪定をして黒ひげゴケやその他のコケ対策をしてきました。見た目 80% はコケがなくなり、綺麗な水槽になってきています。30センチ水槽にシルバーフライングフォックス1匹ですが、コケ取る能力はかなりの魚で、水槽に入れてから3日ほどで目立つコケは食べてくれました。投入してよかったです。今日はさらなるコケ対策として外部フィルターの清掃も兼ねて中のろ材を変更したいと思います。今映っているのはエーハイムエココンフォートの2232です。その横のシルバーの筒は AGW のアクアプランツの CO2 ジェネレーターです。 CO2 を添加するための装置です。まずはつながっているホースをジョイントから外します。この時タオルがあると水が散らなくて良いです。コックを閉めてつながっている水の流れを止めます。ジョイント部分のネジを緩めます。今回はこのエーハイムリン酸除去剤を入れてみます。1パックで50リットル使用なので半分を使用します。1パックはこんな感じで入ってますので、封を開けて半分だけ付属のネットに入れます。付属の留め金具もあるのですが、
口の部分をくくってしまうので使用しません。ではフィルター本体を開けていきます。まずレバーを倒してストッパーを解除し、モーター部分の蓋を取ります。蓋を取ると中の露材コンテナが出てきます。露材コンテナをバケツに取り出して中身を見てみました。あまり汚れていないので水だけ捨ててこようと思います。露材を洗うときは水道水などで洗うとバクテリアが死んでしまうので飼育水で洗います。今回は今見えてるサブストラットを別の露材に変更します。メインで使用するろ過剤はウォーターエンジニアリングさんから出ている機能性ろ過剤キャビティプロを使います。キャビティプロが入れ終わったら、リン酸除去剤を入れます。最後に、ウォーターエンジニアリングさんから出ている、リバースグレイソフト 6.8、pH を下げる、土剤ですね。これを入れます。次に AHIM 純正の細めフィルターパッドを入れます。最後に、同じく AHIM さんから出る活性炭フィルターパッドを入れます。ちょっとメインの露材を多く入れすぎたので蓋が閉まらなくなったので中の露材を抜きます。
はい、蓋が閉まりました。これで中のコンテナは完成です。メインのボックスの方へ入れます。蓋をする前にコンテナの縁と蓋のオーリングにワセリンを塗ります。これで蓋を閉めます。つながっていたホースジョイントを元に戻します。この時にインとアウトを間違えないように戻します。ホースの接合が終わったら呼び水をします。このマルチハンドルを操作することによって呼び水ができます。ただしこのストッパーのところの操作を誤るとやらかしてしまいましたね。水が噴き出ました。こういうことになるので皆さんご注意ください。これで無事フィルターの内部のろ過剤と交換とメンテナンスを終了することができました。続いて電源オンです。勢いよき水が流れてろ過が動き出しました。どうだったでしょうか。ろ過のフィルターのメンテナンス結構大変なことも多いんですけど、定期的にすることが必要かと思います。今回も視聴いただきありがとうございます。よければチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それでは次回の動画で。ありがとうございました。